ジップで朝を迎える平野る平ガン・ユータ、神宮寺・ユータの心温まる瞬間を見逃すな。ナンバー・アンダーライン・アイファン必見。平野翔の特大ジップポーズに込められたプロフェッショナルな魅力とは。今朝、私は、ジップでナンバー・アンダーライン・アイを見て素晴らしい朝を迎えました。大好きなナンバー・アンダーライン・アイグループの平野翔、蘭、ガン・ユータ。 雄太の3人が楽しそうにやりとりしている姿を見ていると心がときめきました彼らの自然なやりとりや仲の良さはファンとして見逃せない瞬間であり一日の始まりにエネルギーをもたらしてくれます特に平野紫の大きなジップポーズは朝のテレビ番組の中でひときわ目立っていました彼のポーズはプロフェッショナルな一面を見せつつもどこか愛らしさを感じさせるもので 私たたちファンにとって特別なものでしたまた番組内でのインタビューも非常に印象的でした翔くんが「湿気出てくれてよかった」と言ったのは湿気が高いことが思い出に比例するという独特の見解を示しておりそのユニークな発想に笑いが止まりませんでしたこのような何気ない一言が彼らの魅力をさらに引き立てています神宮寺くんが岸くんの誕生日について話しているのを聞いて 彼らの友情の深さやお互いを思いやる気持ちが伝わってきました。特に、神宮寺くんが約1年2か月後の岸くんの誕生日を話題にしたのは、ファンとしても驚きと感動を覚える瞬間でした。ZIP のスタッフと3人の間には、信頼関係が築かれていることが感じられました。番組の中でのやりとりは、単なる仕事としてのインタビュー以上のものがあり、 まるで友人同士の会話を覗き見しているかのような親しみやすさがありました。翔く君のジップポーズは、毎回何かしらの工夫が施されており、その創意工夫にファンとしては毎回驚かされます。ジップのスタッフが彼らを特別に扱っている様子も見受けられ、この番組が彼らの成長や魅力を引き出す場となっていることがよくわかります。ところで、 地方での放送が以前よりも短くなっていることに対する不満の声も聞かれます。以前は6時55分頃まで放送されていたものが、現在ではそれよりも早く終了してしまうため、地方のファンにとっては見逃せない部分が多くなってしまいました。このような変化に対しては、中京テレビに要望を出すことで、再び以前のような放送時間に戻ることを期待しています。ファンとしては、 彼らの可愛いいインタビューをもっと長く楽しみたいと思うのは当然のことです。さて、今回の放送ではサプライズが用意されており、その一環としてのインタビューも非常に興味深いものでした。特に、風間先輩が11ヶ月ぶりのインタビューで驚いた様子を見せたり、ミトちゃんが全部言っちゃうと笑いを誘ったりする場面は、見ている私たちも楽しませてもらいました。彼らの自然体な姿は、 見ているだけで元気をもらえるものであり、その魅力に引き込まれてしまいます。七夕の時期に放送された今回の特別なインタビューは、まさにロマンチックなひとときを提供してくれました。彼らがファンに対してお帰りと言ってくれるその瞬間は、まるで一年前の幸せな時間が再び訪れたかのような感覚を味わわせてくれました。このような特別な瞬間を共有できることは、 ファンにとって何よりも嬉しいことです。そして、現在もなお彼らが私たちに幸せを届け続けてくれることに感謝の気持ちでいっぱいです。昨日の七夕も彼らと一緒に過ごすことができたことに感謝しています。湿気の中でも元気に活動する将君の姿に勇気をもらい、今週も仕事を頑張ろうという気持ちになりました。彼らの存在が、 私たちの生活にどれだけの影響を与えているのかを再認識することができました。翔くんの大きなジップポーズや、岸くんと神宮寺くんの温かいやりとりは、何度見ても飽きることがありません。最後に、今回の放送を通じて感じたことは、彼らの絆や信頼関係がますます強くなっているということです。ファンとしては、これからも彼らの成長を見守り続けたいと思います。そして、 彼らがどんなサプライズを用意してくれるのか、次回の放送が待ち遠しいです。ZIP のような番組が、彼らの魅力を最大限に引き出してくれることに感謝しつつ、今後も応援を続けていきます。彼らの未来がますます輝かしいものになるように願っています。このようにして、ZIP を通じて彼らの活動を見守りながら、私たちファンは毎日の生活に活力を得ています。 彼らの存在が私たちにとってどれだけ大切かを改めて実感し、これからも彼らと共に歩んでいくことを楽しみにしています。ZIP での彼らの姿を見ていると、どんな困難も乗り越えられるような気持ちになります。彼らの笑顔や元気な姿が、私たちにとって最大の励ましです。これからも彼らの活動を応援し続け、彼らと共に素晴らしい時間を過ごしていきたいと思います。 彼らの活動を通じて、私たちは様々な感情を共有し、一緒に成長していくことができます。特に、平野章、岩優太、神宮寺優太の三人が見せる友情やチームワークは、私たちにとって大きなインスピレーションとなります。彼らの自然体な姿やお互いを思いやる言葉は、私たちの心を温かくし、日々の生活にエネルギーを与えてくれます。ZIP での放送は、 彼らの魅力を最大限に引き出してくれる貴重な場であり、その一瞬一瞬が私たちにとって宝物です。また、彼らの活動を通じて感じるのは、ファンとアーティストの間に築かれる特別な絆です。彼らがファンを大切にし、私たちに対する感謝の気持ちを常に持っていることは、彼らの言動からも明らかです。そのため、 私たちファンも彼らに対して深い愛情と尊敬の念を抱いています。彼らの努力や成長を見守りながら、私たちもまた彼らに対するサポートを続けていきたいと強く感じます。ZIP でのインタビューやパフォーマンスは、彼らの多面的な魅力を引き出してくれる絶好の機会です。番組内で見せる彼らの素顔や、リラックスした雰囲気の中でのやり取りは、ファンとしてとても貴重です。特に、 彼らが見せるユーモアや、時には真剣な表情は、彼らの人間性をより深く理解する手助けとなります。平野章の特大ジップポーズや、ガン・ユータの笑顔、神宮寺ユータの思いやりのある言葉など、それぞれの個性が光る瞬間を見逃さないように、私たちはいつも画面に釘付けけです。また、彼らが挑戦する新しいプロジェクトやイベントも、私たちにとって大きな楽しみです。最近では、 彼らが出演するドラマや映画、バラエティ番組など、多岐にわたる活動を展開しています。それぞれの場面で見せる演技やパフォーマンスは、彼らの成長と才能を感じさせ、私たちファンにとって誇らしい瞬間です。彼らがどんな役柄を演じても、その中に彼らの真摯な姿勢や情熱が感じられます。例えば、平野翔が主演を務めるドラマでは、 彼の演技力が役柄に真剣に向き合いそのキャラクターを生き生きと演じる姿は多くの視聴者に感動を与えていますまた岸優太の舞台でのパフォーマンスは彼のエネルギッシュな姿を余すところなく見せてくれます彼のダンスや歌声は観客を魅了し舞台全体を盛り上げる力があります神宮寺優太もまた 多くのプロジェクトに積極的に参加し、その多彩ぶりを発揮しています。彼の優しさや知性が感じられる演技は、ファンにとっても非常に魅力的です。さらに、彼らがファンとの交流を大切にしていることも、私たちにとって大きな喜びです。SNS やファンクラブイベントを通じて、彼らはファンとの絆を深めようと努めています。直接会うことができない遠方のファンにも、 彼らの思いやりや感謝の気持ちが伝わるように工夫されており、その心遣いに感動します。彼らの活動報告やプライベートなエピソードを共有してくれることで、私たちはますます彼らを身近に感じることができます。私たちファンもまた、彼らの活動を支えるために様々な形でサポートを行っています。コンサートやイベントに参加したり、SNS で応援のメッセージを送ったりすることで、 彼らにエネルギーを届けたいいと思っています彼らの成功は私たちの喜びでもあり共に成長していくことができる関係を築いていくことが私たちの願いです。